配信者の接続が確立しました。よっ、こんばんは。ゲーム配信じゃねえだろ、どう見ても。こんばんはじゃねえな、こんにちはだ。おじゃです、今日は感想ですね。餃子捨てた、こんにちは。ありますよ、餃子。こんにちは、こんにちは。録画か、パックに入ってるの何、たくあん、うおー、ゼルダー。これはポポロパスタです。終わっていっすよ。1、わら、1、わら、1、わら、ウニ腐ってないの、スポンジ。大丈夫だと思います。カニが臭い。こんばんは。スポンジクリームパスタ、わら。まあそうなるでしょうね。こんばんは。こんにちはだよ。こんにちは。まだ腐って言ってる、いい加減にしろや、お前。カニが置いてたらダメだな。夜巻きは夜やります。今から始めれば夕飯にいい時間になりそうね。え、いや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 、今日はね、ちょっと今日は夜もやるの。夜もやりますよ。ちょっとごめんなさい、今日はちょっとお昼やから、ちょっとねだらっとやらせてください。ウニだよ。割らない派ですね。でもなんか、鍋が小さかったらね、割りますけどね。昼にパスタ3つ食べたちまきさんとはあなたですか？俺か？俺なのか？はい、ってことで今日はね、調理時間30分って書いてる、クラシルのレシピのウニクリームパスタ作りたいと思います。費用目安1000円前後って、これ舐めてんな。ほとんどウニだろ、これ。じゃあ1時間ですね。夜は配信ないの？ポポロやりますよ、夜も。メーカーちゃうかな。今日は何に怒ってるんですか？30分か90分と見た。今から。今日はね、そんな怒ってないかもしれない。いやいやいや、そんなびちゃびちゃとかなるわけないから。私失敗しませんから。うなぎはもうね、中国産のかば焼きを買ってきたんで、ちょっとそれでやりました。あ、なんか枕言葉みたいなもんだよ。まず玉ねぎのみじん切りからちょっとやっていきたいと思います。おーよー、よいしょよいしょ。ウニの濃厚クリームパスタ。そうそう、ね、ウニ持ってきたんですか？体に怒って入れずに入れてそう。どういうことよ。ちょっとここ、ウニ凍ってねえか。大丈夫やと思う。かな、よし。よいしょ。オレンジの包丁と同じで臭い。これ？マゴロクの？材料揃ってる？珍しい時間だな。軍艦陽介さん、これが昼ご飯なの。そうですよ。晩ご飯です。わら。これだけ自炊アピールして彼女できないってどういうことですか？それはね、何を用意した？配信しかやってないからな。ワインありますよ。白ワイン。お昼ご飯は何時頃食べるの？お昼ご飯？
いやもうでも今から新しい彼女と会ってショック。30分以内にね、萌ちゃんが結できるんで。婚したいって言ってたぞ。そう。昨日のキュウリの軍艦美味しそうでしたね。いやキュウリじゃないんだよな。デザート作ってもできるのがデロデロ大福なんだ。そうそうそう。今からだと3時だな。そちまき計算やめてくれ。できたら画面から出してね。お待ちよっつって。新しい彼女会ってく。ああ、これ多分な、もうな、なんか彼女とかできへん気がしてきたな。なんか環境変えへんと。なんかね、寝起きです。完全に寝起きですね。できるよ、すぐ諦めんなよ。できへんかな。いやもうなんか最近もうなんか俺に興味を持つ人間は誰もおれへんちゃうかなと思ってきて。彼氏で我慢しよう。いやー、男にはあんま興味ないんでね。生まれ変わればできるよきっと。生まれ変わればな。米を広げないとあかねえ。すっごく言いたそうな声してますね。じゃあうるせえな。なんだよご飯じゃん。そうなんですよね。いや難しいとこですよね、ほんと。漬けみたいなの何？これウニです。そう。いやある意味その自己啓発をおすすめできた女の人の言うてることも正しいかもしれんな。そうそう。ウニより鮭の方がうまそうじゃない？鮭ですか？ワイン用意した。ウリ、ワインありますよ。何に使うん？ウニの隣の花に？前これはニンニクですよ。よし。鮭なら結構ホワイトソースと合うし、今度やってみて。そうやな、鮭は合うよね。味しっかりしてるし。今日ウニです。パソコン詳しいならそこいらのワークショップ開くとか。あー、パソコン教室？ウニって大体ウェッテクル美味しくないやつだよな。いや、ウニ美味しいよ。できねえから困る。そう。でもね、スーパーのウニはね、もう二度と買わんと思ったね。そもそも定番でほうれん草と鮭のパスタってあるんだが。あるね。うまいよね。どれくらいみじん切りしたいのこれ。こんなもんか。ウニ食わず嫌いどうしおる？わら。俺ウニ大好きやわ。いつも寿司屋とか行ってもね、ウニ最後に食べちゃう。なんか盛り合わせとか頼んだ時ね。よいしょ。ほんで？ほんで？みじん切り？ウニは臭いもんねー。して？ちょっとね、人によってはね、あるよね。で、ニンニクは薄切りか。はいはい。クリーム買ってますよ。ちゃんとした生クリーム買いました今日は。植物性じゃなくて。もう昼の玉でって意外と混んでるもんでね、なかなか回転率悪かったな今日。ピッチャーなんだけどドブの匂いですからね。まあ美味しいんですけど。まあ癖あるよね。安いウニは売っちゃいけないレベルでウニの味してねえからな。そうそうそう。甘いで人気だもんね。期限切れすで腹壊さなかったのね。セーフやった。ウニってほんまに誰が食べようと思ったのな。あんなもん絶対食ったらあかんやろ。あいじゃあいじゃ。新
鮮なやつはコリッとするんですよね。玉入れとラムーは暗黒スーパー。ラムー。島で一歩み前屈。岸和田にもラムーあるんですけどね。結構怖いですよ。たこ焼きとかすごい安くてね。なんか10個入りで50円とかなんだよ。ニンニク。業務スーパー最近行ってますか？弁当は業務スーパー行ってますよ。ちょいちょい。そうそう、弁当も安いしね。あまり食べない方がいいですね。そうそうそう。なんかラムって確かなんか宗教関係のとこなんですよね、確か。添加物ものすごいですからね。うん。ウニは天敵がいないからクッソ増えて生態系にダメージ出るくらいって聞いたし、海外でも空軍、イカや食ってるかもう食べ物じゃない。だからウニって、でもなんでウニって高いんやろうな。ニンニクマシマシで。ラムータマイでトライアルとかいう。トライアル懐かしいな。あったな。そう、なんでウニってあんな高いんやろう。なんか好きな人もあんまおれへんのに。海って結構海外でも食わん。暖かい地域だけど味は落ちる模様。こんな時間にやってるだと。すいません、なんかちょっとどうしてもこのウニを消化したくてね。ものによるとしか言いようがない。あ、やっぱそうか。一匹で取れる量があまりないからじゃない。あ、やっぱその人件費的なやつがかかってるのかな。スポンジクッキング始まってた。恵方に巻きはまだですか？玉井での海は夜やります。わら、いや玉井での怪しいけどね。すごい。今日はスポンジパスタなんですか？どうしてもスポンジって言いたいようだな、俺のウニを。よいしょ。よいしょ。まあ何でも安いのは理由が必ずありますね。そういうことやな。安かろうは悪かろうっていう言葉もあるからな。そうだし、やっぱりそのせいもありそう。ああ、そうなんか。いやでもね、ウニはさすがに値段そこそこするのじゃないときついんほ。そうなんよね。ウニ、ウニ、ウニの明晩漬け。ほんまに子供ができたらまず海外の高いものを賢く選びましょう、うん、なんか福井県にあるあの東尋坊行った時に食べたね、ウニがね、美味しかったな。網で取ろうとすると破れそうだしね。なんかあの時は楽しかったな。何の話してるの？そうそうそう、なんか。ウニって結構ギリギリの隙間に潜り込んでるし、彼女と行ったの？当時の方から飛び降りようとしたの？そうそうそう、当時のね。北陸行ったらブリでしょ。いやー。ウニに命を救われたんだね。恐竜、なんだっけ、恐竜パークみたいになるやん。恐竜パークちゃうな、なんだっけあれ、恐竜博物館とか行ってね、楽しかったな。恐竜博物館は絶対行った方がいいよ、あれマジで規模がすごいから。人参、ニンニク加えて、なんかね、恐竜博物館であね、福井県立。わら、水中ドローンで海を乱獲できるようにならねえかな。すごいな。ウニな。ウニの養殖とかないんかな。はいはいはい。あれか。まずソース作れってことか。お湯、スパゲッティは後でいいのか。だから、
はいはいはい。まず、ニンニク。ニンニク一かきやけど、二かきやってしまった。まあ良いのだ。フライパン。オリーブオイルとかなんかな、これ。オリーブオイルとかで炒めるのかな。海は養殖あるよ。あ、養殖あんの。絶対コンロに口あるんだからお湯沸かしとくと良いよ。あ、そういうことか。サクッとソース作ってそのままソースパンに置いといて、茹で上がったパスタ投下してからね。いかがく。海はゴミの野菜で育てるって書いてた。なんだゴミ、ゴミの野菜って。こんばんは。こんばんは。配信時間8時間ほど間違えてますよ。プリンに醤油かけようぜ。間違えてませんよ、今日は。今日はエキストラバージンオイル。あ、あるから買ってあるから、か買えないやつ。炒めるときは普通のオリーブオイルの方がいい。あー、マジで。エキストラブアジンは生食用だしな。よいしょ。でまず煮を炒めると。クソクリームパスタですか。何やクソクリームパスタって言いすぎやろ。でニンニクを炒める。スポンジのクリームパスタですよ。しまった。ああ。今落ちたニンニクの気持ち考えてあげていますか。入れました。ちまきさんにかかればパスタくらい20分でちょちょいのジョイヤで。まあ、そうやな。ニンニクは焦げると苦味が出るからフライパンに入れてから火をつけるくらいでいいよ。OK。で玉ねぎを半分ぐらい入れます。焦げてる、わら。じゃあ、トング買ったからトングでやりたいな。もうすでに配信開始から40分が経とうとしてますが。マジかよ。ご飯炊いた。明日また来てください。本当の海のクリームパスタをご馳走しますよ。カラスミのパスタお願いします。山岡。なんだかんだでもう20分。早っ。トイプ関係いらんいらん。もうガーリック揚げガーリックになってる。どっちかなので焦げは諦めてください。山岡反応にはカスやニンニク焦げそれやん。あゆ食べた時のこのあの先生のやつやん。もうお吸い吸ってるのでこれ以上吸い込む要素がありません。黒いわら。なんで火消えてんの。こんなの茹でてる間にソース作るもんだろ。男は強火やそれ以外はいらん。ほんまや。ニンニクが黒く。お湯は用意してるよ。そんなにニンニク焦がしたら臭いし最悪乳化しない。え、でもなんかニンニクってなんでこのすぐ焦げんの。先生お湯です。揚げガーリックみたいなさ。そこに少量の生姜入れると美味しいよ。生姜。
先生の気が強いからじゃね。すまん、俺はそんな子じゃない。おいおい、タイトル間違えてるぞ。スポンジ味だろ。で、次は何でしたっけ。うん、強火でおまけにたの具材入れてないんだから当たり前だよな。中火で熱したフライパンオリーブオイルを引き、ニンニクを炒めます。で、ニンニクの香りが立った位置に入れる。で、ニンニクが半透明になり火が通ってきたら、ウニ、調味料の材料とウニを加え、あ、すごい、もう揚げガーリックの匂いがすごい。弱火にしてフライパン触ってみ、その痛み厚さを知れば食材はこんなことにはならん。もうこっチャーハンやん。あ、ちょっと待って。調味料ですか。はいはい。揚げガーリックかける焦げガーリック。白ワイン、コンソメ、顆粒、黒胡椒。嘘つきの火加減なんですよ。ウニチャーハンに変えますか。ウニチャーハンでも よかろうよ。なんかちっちゃい皿ないかな。なんか最近すぐ皿がなくなるな。ヘアート配信者が視聴者からタイトル火加減が大切で、ね、だからなんで 1-0 なん俺。ウニガーリックチャーハンとかうまいやろな。ビット2元いいんだよ。あー白ワインめっちゃ埃かぶってるやん。もうええわ。ご無沙汰でしたからね。大さじ2かな。なんかフライパン汚いな。コンソメ顆粒入れます。コンソメ顆粒。玉入れのウニ変な味しそう。やっとコンソメ顆粒見つけてんな、この間。ん？コンソメ顆粒この間見つけてん。フライパンに焦げついたチャーハン残ってますよ。チャーハンちゃうで。コンソメ顆粒とあとは、黒胡椒100ちゃうな、小さじですね。はい。コンソメ顆粒、黒胡椒。カルボナーラ風にできたらいいけどね。そのパックにってパッと三つぼ漬けに見えるよな。うん。つぼ漬けうめえ。わら、たくあんでしょ。よし。生クリーム後か。2日に1回は料理するのに器具も材料も散らかり放題。へえ、はいはいはい、こんな飴色になってよかったんかな、これ。まあいいか。これ調味料入れます。すごくてもなんだかんだ入れてもうまそうだよな。で、ウニ入れます。もう全部入れよ、もう全部入れたれ。行きなさい。本当に100カレーでくさ、わら。スポンジ入れないの？スポンジは入れませんよ。 SE の鏡。 SE の鏡。そして強火、わら。
やこれ。つぼ漬けとかの漬物系って刻んでピクルス代わりにしてタルタルソース作っても結構いける。ほうほう。弱火で炒めるという発想がそもそもないんだな、わら。ちょっと今弱火にしてます。むしろピクルスとかいうゴミより格上だべ。ウニがゴミのようだ。焦がさんようにだけちょっと気をつけてやりたいと思います。おいおいおい、昼間に脱法料理配信かよ。何や脱法料理って。で、生クリーム…生クリームどれぐらいのこれ。生クリーム…ウニ焦がすって発想が斬新ですね。100ミリ…生クリーム100ミリリッター入れます。しょっぱいだろうからレシピ通りの味付けにしないで塩分控えめにするんだぞ、焼きウニ。よいしょ。もうすでに焼きすぎ、わら。よいしょ。で、これで馴染んだら火を止める。これなんやこれ。なんかもっとスープ感、なんかあんこうの時思い出すぞこれ。あんこうでなんかパスタ作った時もこんなんなってたぞ。毎回思うんだけど、材料全部計量してから配信すればいいんじゃないかとずっと思ってました。まあそうなんですけどね。わら、火を通すのは時間勝負だから材料の計量は先んじてやれと。あれほどそうなんですよね。ちょっと塩コショウしよう。今日って夜配信あんの？やりますよ。ウニが固形すぎでは？そう。わら、計量なんて素人のやることだから、キラのレミの料理見て勉強しなさい。あの人やばいからな。レミパン買いなさい。さっき見始めたんですけど、これレシピ生クリーム入れてからウニ入れてませんか？え？マジで？また騙された？いないの？いっぺんに言わないで。来ますよ。手を洗うところから今日は学ばせて育てようぜ。レシピ通り今まで一回もできたことないんだから計量なんてできるわけないだろ。ごもっとも。こんなもんかな。ですね、次がですね、どこまで行きましたっけ。やっぱソースの熱で十分だよな。俺もはトイレだわ。で、1分近く短く茹で、はいはいはい。で、5、6入れて、はいはいはい。もうこれ OK か、もうできるか。ね、黒いのはね、あれです。ニンニクです。ニンニクだよ。よし。全然沸騰せんかったな。まだパスタ茹でてすらないの。ちょっと味見だけすくわ。ダークニンニクだが。なにこれ。これ何味これ。黒いニンニクって焦げ、なんでもないです。ダブル。何味これ。ダブル。なにこれ、なんか玉ねぎの味しかせんぞこれ。キムチ味、わら。そら味付けしてないもん、わら。ちょっと醤油とか入れた方がよかったんかな。でもコンソメカリはちょっと入れたからな。バカなの？よいしょ。ウニの味はリスナーが奪っていったよ。ウニの味が全くせえへん。ポポルパスタ茹でます。
豚ってのはね、水気が多いからソースは濃いめに作らないと薄くなるよ。スポンジ入れたからウニの味なんてするわけが、うん、よいしょ、沸騰してきたで。おじゃ、わら、こんばんは。沸騰し、今から茹でるの？そうです。同時進行するもんじゃないの？と思うじゃん。鍋に火を入れないの？あ！名前ではゲロジャンと言われてちまきおじゃ。あ、わら、飛んだぞ。パンツマンの新作見た？塩入れてる。あ、まだ見てないな。パンツマンさん最近見てないな。0.8 無害ぞ。その程度の塩なら入れる意味ないぞ。塩少な、わら。マジで？はからな。スカパスタ茹でる塩こそ測った方がよくね。鼻水入れた方が今のよりしょっぱいね。パスタ作ってたから見とけ。よしよしよし。マジで。海水ぐらい入れるんだぞ。だそんな入れんの？わらわら。そうなん。塩分過多なんでそんな。はあ。疲れてきたな。ダブルもしかしてやっと茹で始めたんです？そうです。塩と砂糖は袋で買ってこい。戦艦が塩分を語るなよ。大さじ1くらい入れるよ。麺の端っこ茹でられてない。わら、別にそういうのむわけじゃないんだから多めに入れるんだぞ。塩はおまじない。玉でより塩分のが体にいいぞ。よし、先に洗い物しとこ。お前男でよかったな。女性でこんな料理作ってきたらあれだぜ。本当あれだよな。男の料理っていう言い訳できるけどね、女の子やったらもうね、ガサツっていうイメージついちゃうもんね。お顔に少なすぎ。あの人ミスしてんのか？あの人、例の。いや、男でもパスタぐらいまともに茹でられます。というかその半量残ってる玉ねぎらしき物体どうするんだよ。これどうしよう。ケサキさんの話した？いや、ケサキさんの話はしてないよ。男の料理は言い訳にもならんぞ。ケサキさん男の料理だよ。男だろうがこんな料理作ってきたらちょっと。確かにね。よいしょ。先生はケツさん以上にこじらせててやばいと思います。うん、負けましたからね、前回の対決。パスタ程度でため息つかないで。なよなよしてる戦艦よりケツの方が男らしいぞ。してる勝ち負け。そうですね。パスタ茹でるお湯はボコボコ沸騰させるとダメなんだぞ。なんだと？男子、前回の対決スープだけは勝ってたと思うよ。スープ、スープ俺でわかめスープでしょ。ほぼほぼインスタントの力やぞ、さっき勝てたのは。それは相手スープじゃなかったし、うん、鍋、わら、もぐたの伝承。よいしょ。バリカタでおねしゃーす。バリカタ見やすさでわかってるね。そういうところ。あの対決っていたけど2対1で戦艦さんの勝ちだと思いましたよ。沸騰させる。本当ですか？ありがたいですけど。そんな変わらない。使用に使用してきた鬼か。違う違う、変な噂立てんといて。密漁とか、その畑から盗んだとかさ、スーパーから万引きしたとかさ、そんなばっかりや最近。やめて。
今度はお大事流にして刺身ぶつけよう。絶対勝てる。玉入れから盗んできたんでしょ。すべて事実です。SE 首になったからな。2-1 で先生が勝ちとか勝ち。ここを知ってるか。火のないところに煙が。東北、東北どうでしょう。今日は新鮮な海が取れたので。先生お晩です。よし。お晩です。ケツ先パパが出てきて刺身を作らせよう。そろそろ畑の土からサクローズ、うん、よほどの画質の汚さじゃなければ GoPro 買ってくれば見栄えは良くなるぞ。 GoPro? 音が悪くなると咳込む。これ実は音も少ないからな。東北なんて方角ないが。わら、あれやろ東北東って言ってたで。今年のえとじゃないわ、今年のあれは東北東ですみたいな。やばい。ちょっと硬さ見ます。GoPro 75万円。あ、時間は勝手に、ちょっと硬いな。先生はシュークリーム作ったことある？ないな。硬っ。まだ硬いなこれ。もうちょいやらなあかんな。あ、ちょっとこれ麺細いな。俺太麺が好きやねんけどな。スリーフェイス。妖怪パスタすすり、俺と一緒に作ってみないか。ちょ、あと1分だけ。0.8mm を買え、わら。全部食べて。味見で全部食べてしまう人。あー、もう口内炎が全然治れへんねんけど。ちまきの口は10分で変わるから信用してはいけない、うん、そのパスタ何ミリ？大津部の女大臣者が作ったシュークリーム、これを超えてくれぐはハットプス菊 US30D チップ太いの好きなのか。口内炎治るの青いのね。1.6ミリかな。本当は俺パスタそんな凍っちゃうねんな。ちゃんと口内炎の薬塗ってるか。いやー、モンダミンで頑張ってんだけどな。させてもらえませんか。何ですか。口内炎は蜂蜜を直接塗ると次の日に治る。マジか。ちょっと配置おるし飲むわ。忘れへんうちに飲んどこ。塩塗ってみて。塩塗り込め、間違いない。よく寝てよく食べてよく配信しろ。アルミハス噛むと治るよ。先生の口内炎は免疫的なものなのでモンダミンとかじゃ治らないよ。男なら我慢しろ、うん、だよそれ。実質自然治癒に頼ってるんじゃねえか。治らねえよ。わら、チョコラスラスするのか。調理中に配置オールシー飲むとかマジ、ただの栄養不足と不摂生だろ。玉で取るのやめたら治るんじゃない。蜂蜜は高いからその値段出すなら巻き論でいいだろ。口内炎は殺菌でなることが9割だ。いかなく、めっちゃすする。薬中きた。わら、あと20錠くらい飲んだ方がいい。玉入れのせいなら納得。玉出が原因。わら、野菜不足だぜ。野菜不足はあるやろうな。の野菜たくさん食え。最近確か野菜がちょっと食えてないからな。ざるそばみたい。一本逃げた。毎回バカみたいに金かけて料理してるんだから野菜は惜しまず買いましょう。そうなんですね。茹で汁少し残さない。そのグリグリするの何。水で洗うとかアホか。水で締めるの。最近は畑にも監視カメラついてるしな。野菜嫌いで食ってないけど口内炎なんかできないから別だよ。マジでやっぱ体質なんかな。あれ
ドロッドロ、そばだよね水で締めるのって、わら、畑から盗んでばかりだと栄養偏るからな、小麦粉は野菜、玉ねぎ捨てた、茹で汁が落ちて水臭くなりそう、パスタを水で締める、ストレスでしょ。ストレスなんかなぁ。母国では水で締めるんだよ。それあれでしょ、冷麺みたいな話でしょ。なんで茹で汁取っとかないの。アホなん。わら、え、茹で汁なんで。コメントが辛辣すぎて口内炎できるんじゃないか。配信やめようかな。まあでもこんなもんやろ。ここからコチュジャン入ります。最近マイナス1しかもらってないからそりゃ口内炎できるわ。俺たちが悪かったよ、ちまきの上人やったら素晴らしいよ、うまそうだ、混ざってない、わら、引退配信か、茹で汁ちょっと入れたかったな、塩味の茹で汁で味の調整をするんだよ、料理配信やめたい。そうなん、ちょっと書いてないからさ、レシピに。さっきソースに味ないって言ってたけど調節したの。あ、ちょっと塩コショウ入れますよ、わら。5に6を入れ、変えてないとかそこがバカなだけ、はいはい、わら。で最終的にはあれか、盛り付けて完成か。はいどう。最後の料理配信で何作るの。ちまき先生今までありがとうございました。し、面白い料理配信楽しかったです、お疲れ様でした。変えてないって先生レシピもまともに読んでないじゃん。うん、あ、ちょうどいいんちゃう。ウニの味全くせんけど。ジュルルルル、今までありがとうな。おいち？なんか言い去らないかな。お疲れ様でした。ウニの、それは良くないのでは？じゃあの。よいしょ。こんなもんかな。トングかなんかでこうひねって入れる？スポンジの味はする？スポンジの味もせえへん。皿選びのセンスひどいよね。スポンジウニのクリームパスタ、クスクリームパスタ来たー。ウニすりつぶしてソースに混ぜて代わりにベーコンかなんか入れた方が良かったんじゃね。クリームパスタなのに水分感ゼロ。どうやって入れんのこれ。あの人らどうやって入れてんのこれ。ダブル。盛りすぎ。あの人って誰、まずっそ、まずやめがいやぞ。あの人らはそんなたくさん一皿に入れねえから。あ、そうか、結局これでいいやん。変わらずひでえ盛り付けだ。今回もマイナス1入れる。よいしょ。チャーピル添えよう。そう、なんかチャーチルみたいなさ、売ってる？見つけ、なんか調べたけどなかったぞ。さらに持ってからトングで落ち上げて巻く。チャーピルやったわ。そもそも色が。チャーチル添えよう。すっげえ味薄そう。ハットプス、クク、ルエス 30B1 クフ、なかったら草摘んでこよう。赤か緑が欲しい。百鬼都市のソースに負けてる話する、うん、昨日の軍艦の写真あげないの。あ、あげますよ。黒胡椒と温泉卵と粉チーズかけろ。カルボナーラ。貝割れ乗せるか。あともういくらでも乗せるか。ないくらをトッピングして完成にしよう。生卵落とせ。よいしょ。そば？恵方巻きの具はあるの？あるよ。いくらでごまかせ。え、そこにいくら入れたら海の意味なくなるんだが。魚卵ミス魚卵、わら。真ん中、わら。あ、こう、パラパラパラってやったらこういうことかな。スーパー行ったら恵方巻きだらけ。
けだったわ。うん、俺も。そうそう、玉でも恵方巻きだらけだった。なんだろう、汚い。モンブランみたいですね。やっぱり風、日の丸パスタ。その真ん中の赤いのなんですか？イクラです。完成です。ウリ、クリームパスタです。の上にキャビア乗っけてトリュフも少し乗せたいね。最近リセッシュして完成。匂い全部消すんか。散らすんなら浅月とかの緑にしてください。そばにゼリー乗っけないで、せめて明太子じゃね。なんかね、なんか緑欲しいな。確かに草系の青じそが欲しい。あ、青じそな。焼きそばっぽい。確かにな。通風なれー、パセリ粉でー、緑で、わら、わらわら、青カビで、サイコロ、バジルやったと。俺はクレソンを刻んでかけるかな。青のりいけ、わら、のりを細く切ったのも、全部のせだな。あー、のりね。パクチー。のりありやな。完成です。普通にアイデア米やねー。わら、昨日のカニも乗せて。カニね。玉入れのり。これなんなん、これ。のりですまき使ってまこうぜ。ちょっと待って、もう2時やん。痛風になりそう。何時に飯食うとんねん、昼飯。これなんなん、わら。これ昼飯の量、晩飯も遅いんだからいいじゃん。クリーム感なくない？確かにな、ちょっとクリーム感ないな。ウッパラインさんの用意して、いつもの密漁してるとこで乗せるもの取ってこい。ごめん、まずそう、ウミ感もゼロ。うまいから。ステージ付近から料理配信する人が何言ってんの？わら。昨日の俺じゃねえか。じゃあ食べようか。いただきます。よいしょ。カメラがひどい。よいしょ。ピントがリズムに乗り出した。カメラのフォーカスが迷ってる。よいしょ。お箸で食った方がいいんかな。フォークで食うか。一応ね。うん、なし、わら。いただきます。フォークやろ。下手なフォークより箸で食え。タイトルサビマイナス1、バキュームするから関係なくない？これって冷凍パスタに勝ってる点ある？理由がない。今日はサイダーで。マイナスオスの競争しようぜ。フォークとスプーン使って上品に食べて、夜にちゃんと恵方頼むぞ。任せろ。よいしょ。三ツ矢サイダービミ、そうですね、100点。プラスになる要素いくつでもあった？できます。いや、絶対うまいはずやで。だってまずくなる要素ないからね。恵方巻き作るのか。1日2回も料理配信とかよくやってるの？たまにね。本当にたまに、ごくたまにやけど。できます。うまそうじゃん。うん。要素、ちまきという。あ、うまいうまい。見に来たらもう完成してるやん。もっかい作って。え？ためらいもなくすう。プラスになる要素を探すな。全然うまいわ。無理やりプラスに変換するんだよ。いくらがあることによっていい、その塩梅になっとるわ。うまいうまい。海要素ある？うん。海の味は刻みのりのっけよう。うん、ちょっとウニは見つけられへんけど。うん、それいくらがなかったらダメってことだろ。
ほんまにウニじゃないこれ。なんか下手したらなんか、なんていうのかな、カワハギの肝入れられてるみたいな感じやな。臭くはないよ。カワハギの肝を食ったことない。味が薄くてあまり美味しくないでしょ。次の肝入れよう。食べた方下手か。食べるの下手だな。あん肝入れよう、うん、でもうまいぞ。全然あり。飲み物はレモン水とかにしたい。安定のバキュームっていうか巻き方が下手。もっと少ない本数を巻き込むんだよ。すっごい、すっぽんぺら。あ、そうなん。候補来たな。全然減ってねえ。わらわら、またスプショに使われそうな絵。スプーン使わんの？これ全然食える。全え、スプーン、え？あ、こう巻けってこと？パスタの巻き方を教わらない。そうなんよ。これマジで俺。ウニちゃんと入ってるの？ウニ入ってるよ。すごい量あるな。ファミマの大盛りより多そう。パスタの巻き方くさ。いつも見たく全部吸い込んで食べてよう。うん。うまいわ。いいね。いくらがうまい。キモい。うまいわ。どうせ吸うなら巻かなくていいのでは？手かまいたのに吸ったら意味ないだろ。箸で食えてる。わらわら吸わないために巻くのに。え、こうやって食うの？これぐらいをビャンって取って、大きい口でハッって食べるのこれ。そのまま口に入れるんだよ。うん、ハットプスククルエス 30B1D6 その3分の1くらい。わらわら、めんつゆつけて思い切り吸おう。じゃん。わら、吸ってるじゃん。わら、え、そ、あ、もっと少なめってこと？吸ってる、だが吸う。こんなもんってこと？こんなもんで、はって食べるってこと？正しい食べ方だよ、すするのはダメ。ヘアート配信者が視聴者からタイトル、じゃん、をもらいました。吸いすぎて口の中が真空だから口内炎なんじゃない。そうだよ。こんなちょっとで、え、そんなんめっちゃ時間かかるやん。それでもすする。麺伸びてまうで。どうしても吸っちゃう。わらわら。デートとかでその食い方してたら引く。箸で食うから本能が吸っちゃうんだ。何吸っちゃうかな。全ズボボズボ。ちょっと笑けてきたわ。手か気をつけてて吸うってやばい。育ちの悪さが無意識すぎる。ダブル、どうやっても吸ってしまう。Y の原点要素、塩の量、お湯の量。わかった、じゃあ、一回吸わへんように頑張るわ。強火で海を焼く、そう。絶対吸えへん、絶対吸えへん。してみひどいから絶対吸えへんから。絶対吸えへんから。対面に落ちたら殴り倒すレベル。吸ってる。橋本たまきなも吸ってるから。なんなんこれ。吸う時は日本人だし吸っちゃうけど意識してる時は吸わねえわ。わらわらわら。絶対吸えへんから。わらずずず。吸うな、吸うなよ。わらわら。わかった、これ口から迎えに行ってるからあかんねん。設定オフにして。絶対吸わん。吸う。岸和田の手が口から行ってるからあかんねん。だから橋から行けばいい。橋じゃねえよ、方から行けばいいんだ。ハドハドか。フーフーするぞ。あ、いけたいけた。そういうことか。フォークで口まで持ってけば全然いけるやん。絶対だぞ。できんじゃん。わら。フォーク、あ、こっちから行くからあかんねん。口からこう行ってるから吸ってんねんや。あ、そういうことか。食べ物全般。小学生かな。料理芸人としては失格だな。あ、そういうことか。やっとわかった。26年間生きてきてやっとわかったわ。いくつですか？まあ、見ほ歩いたら忘れるべ。さあ、この巻き込み損ねた皿の海をすすれ。まずそうやな。結婚的霊気ですが、いい人はいましたか？うん、これいません。もちゃんと守ってくださいね。次の配信で吸ったらマイナス20点にしますからね。吸いたくて禁断症状出てこない？夜には吸ってそう。大丈夫、夜はもう恵方巻きやから吸わへん。今日の夜の配信
は巻きすしまくんか？そうだよ。恵方巻きだよ。パスタの食べ方マスターしたから加点ありますね。えらいえらい。恵方巻きも吸って、恵方巻きも吸ってそう。新しいスクリーンショットがあります。また増えた。噛み切らずに食べないとダメですよ。久々に来たんだけど、アイドルと再戦あったんですか？中身そうですよ。普通の期待してる。なんかもう気持ち悪くなってきた。ごちそうさまです。恵方巻きってカロリー的に相当ありそう。確かにな。なんか口の中でなんか、何この静寂。美味しくじゃなくて仕方なく食べた感があったね。恵方巻きの具でも対象させてくれるにアロマってるで、口の中に引っかかってんねん。いつ頃祭典なの？もういいんじゃん今日は祭典。吸ったし。え？やりましょうか。どうしてもマイナス1つけたいようだ。ぶち込んでやるから早く。別にいいよ。だから、やっぱウニは美味しいウニ、いいウニを買わなあかんな。ほんと安かろうは悪かろうってもう思った。玉でのウニはスポンジやっていうことも分かったし。つけてやるよ。スポンジをちょっとオレンジに染めているものを売ってるのかっていうことね。まあお昼だからね。成長しないし、63よりのマイナス1です。そういう料理は外で食うに限るわ。ああ、これなんなん？俺何してるとき？これカルフォルニアロールじゃん、これ。こんなグロ画像貼ったあかんで。バキュームなので1です。ウニはまともなものでも鮮度悪いと粘土みたいな味だしな。ああ、確かにね。これカルフォルニアロールの時のやつだな。そう、やっぱウニは、あれやな。でもなんか安かろうは悪かろうって言ってるけど、今日買ってるうなぎ中国産やからな。そこはちょっとどうなるかわからへんけど。よいしょ。熱い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 。投票の結果をお知らせします。放送者のみ。おで悪くないか。そうやって予防線張ってもダメですよ。実質低めに偏ってる。低めに偏ってるけど40、20くらいがリアルな感じやな。そうやな。マイナス1はないものと思うな。そうね。はい、ということで、まあ、悪くない川草、昼間だから人少ないし。まあ、お昼の配信はね、こんな感じで終わろうと思います。なんかもうパンパン腹なんか知らんけど。もしかして真面目にいい点つけてるやつがいないのでは？マイナス1に慣れてきたな。実質100があるし100やな。昨日よりマシだからな。ダブルマーパスタ下手に作るとかしない。絶対1で撮るから、うちの配信は。コメントお願いします。はいよ。はい、ということで、あ、そうだ、写真全然載っけてないな。後で載っけときます。はい、ということで、また夜お願いします。今日はちょっと寝坊せへんようにします。はい、ありがとうございました。おいです。お湯休。そうですよ。多分8時からやります。いつからですか？てか配信終わったらインスタとコメント画像セットであげろよ。それ忘れちゃうんだよね。はい、失礼します。寝坊って寝る気？お湯、完食するな、寝坊をするな、捨てるな。第三原則。